大丈夫かい兄貴。なんだかお前靴をこするより鼻こすってる方が手数が多いみたいだぜ。ほら兄貴の鼻の方が俺の靴よりよっぽど光ってきたじゃないか。うん、へっ、冗っちゃいけないよ客さん。これにもえらこめえたって七つの時からの関与で三十足らの靴磨きた年季の減り方が違わねえな、ちび。うん、はい、ご自由いただき。なんだ40円じゃないのか。へへ、おいらのところはね、腹の虫の居場所によって値段が変わるんだ。つまりそこんとこが自動靴磨きと違うんだな。うん。はい、前田あり。おじさん。うん。おいおい、冗談じゃない。別感情なのか。え、うん、おっと、分野の姉ちゃん久しぶり。相変わらず外側に力が入ってんね。イタチ、その姉ちゃんってのやめてくんないかな。知らない人に聞かれたらさぞかしハスパの女だと思われちゃうじゃない。いや、こいつは面目ね。嫁入り前のお嬢さんを捕まえて。別にお嬢さんだなんて改まったことは言わなくたって、極端ね。ま、勘弁してくんな。その代わり美人は20円と格安に負けとか。あら、美人だなんてそんな。さて、今日はバカにめかし込んでるようだけど、で、取ってつらはしてねえし。つら、わかった、分野の姉子。姉子？世界最後の超特急と言われる最高速列車稲妻号がいよいよ完成。東京、大阪、北九州をわずか3時間、最高時速450キロの公開試運転が今日報道関係者を招待して行われることになりました。やる、断じてやる。たとえ命を懸けるとも、うん、この試運転に乗り込んでやる。あ、すいません。おい、しょうがねえな。その代わり10円負けろよ。10円はひどい。5円分ぐらいしか飲んでませんよ。ケチ。ゆり子女子を利用して何とか潜り込む方法はないかな。こいつは何としても乗らなきゃ。イタチの剣の男がしたら。よし、そうと決まったら全は急げだ。おい君、すいません、今日はあいにく取り組み事がありやして。だって片方やりかけとるんだぜ。だからわしはもらわねえよ。ベラめ、こしたらどっこで。江戸っ子だって、だって君、うん、僕江戸っ子じゃないよ。そう、あと15分で発車します。指定超特急稲妻号に乗って最高時速450キロの旅が始まるまであと15分です。そうです、事件はこの15分間に起こったのです。では次にこちらをご覧ください。
この装置は列車が現在どこを走っているかを示す装置であります。超特急稲妻は指定特急というあだ名の通り、東京から北九州までの間5分の4近くは指定を走ります。なんとなれば我が国の地形は高低屈折が非常に多く、まあトンネルを抜けた後みかん畑でお月さんこんばんはとではこちらをご覧ください。この装置は JFOME と呼ばれる装置でありまして、 JFOME と、いや失礼いたしました、 JOFME、 いや失礼、やはりこの、え、やはり JFOME が正しいで、この JM 装置が、それゆえに万一地底部分において事故が発生いたしましても絶対に安全なのであります。まあ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 、それでは皆さんちょっとこちらをご覧ください。え、これからよく、さあ皆さんこちらへどうぞ。これで超特急稲妻のすべてを語り得たとは思いません。まだまだたくさんご説明申し上げたいことはございます。そこはそれ、現代はインスタント時代、ごくごく簡単なアウトラインのみを申し上げると、まもなく地球最後の超特急稲妻がホームに入ってまいります。では皆さん、私は運転指令室において皆様の稲妻を運転いたします。時速450キロの旅を存分にお楽しみください。いや結構結構。では。ではあのケースの中に人工生命、つまり科学の力で作り出した生命の第一号が入ってるわけですね。ええ、いやここに、あ、しかしまだ大変不安定なもんでして、いろいろと不都合な点があるんですよ。どうしちゃいますと？あの人工生命、私たちは仮に M1 号と呼んでますが、うん、M1 号はこれくらいの高圧ボンベに押し込んであるんです。そうしないとみるみる細胞分裂を起こして急激に成長してしまうんです。うん、それは例えばどんなものに似てるんです？さあ、あれはまだ第1号ですからね。そこまでは私も。あ、そういうわけですね。血の質はほぼ人間程度にしてあるんです。じゃあもしそのボンベに衝撃を与えた場合、うん、痛いと怒るかもしれません。なるほどね。いや、冗談はともかく、できるだけ早く大阪の研究所に運びたいんですが、大丈夫でしょうね？大丈夫です。ジェット便がありますから。一応中身を拝見してもよろしいでしょうか？慎重に扱いたいと思いますので。あ、どうぞ。あ。君、これは。これ私どもの。というより君、私の。
例のやつ。待ってくれ。どうも遅くなりました。そうそう、僕毎日新報のキャメラマンです。こんなキャメラ入ってます。どうも。はぁ、稲妻1号発射10秒前。発射10秒前。推力よし、多発よし、前方障害なし、確認。ああ、一平君。よう、ゆうりちゃん。発射。発射。圧マイナス3デシ。人間の働きはここまで。あとは稲妻の人工頭脳が運転してくれるわけです。便利になったもんですな。ひどいもんだよ。首んとこちょうど締められるんだ。すげえすげえ。おい、まさか検察みたいなことはないだろうな。べらぼめ、いやしくも記者招待でそんな失礼なことやるもんか。どうだ、おい、ちゃんと見せろ、おい、ちゃんとボタンしろ。早く早く、静かにしろ。変な。ただいま時速450キロです。おいたち、言葉遣いに気をつけろ。新聞記者が変ななんて言うかよ。口の悪いな、マリツキで。なら今度から平地間が喋れ。いいで、いいで。というわけで、まんまと毎日新報のキャメラマンになりすまし、ここにこうやってキャメラや機材まで用意してね。あれ、なんだろう。あ、これだ。失礼します。僕のあれ。ご安心ください。ケースは見つかったと報告がありました。あ、北九州まで何せ3時間という超スピードでありますので、結成その他緊急を要する特殊な物品の輸送を依頼される場合を十分考えて、絶対安全な保管ロッカーを用意してありますから、カプセルを破損するような心配は絶対にありません。聞いたぜ聞いたぜ、毎日新報さん。人工生命とは泣かせるね。うちも写真ぐらい物しとかんと。でも川田さん、フラッシュはたかない方がいいわ。つまらんこと気にしなさんな、平気平気。ほら、なんともないじゃないか。毎日新報さん、どうぞお取りください。やめておきますわ、せっかくの研究を台無しにするといけないから。静岡ビーコン定時通過、まもなく地上区間か。ああ、会長会長。さて、you
どうも。どうも。あ、おー、弱ったな。おい、おい、見た左だって仮番号に愛されたんじゃ。こしたら、おい、はっきりしろよ。あ、しちゃった。あ、いけ、あ、いけね。あ、ちょっと待ってくれ。苦しいよ、ちょっと待ってくれ。ちくしょう、すばしっこいやつだ。見たか、忍法いたちがぐれ。稲妻信号、長屋ビーコンにオート信号、小山君、小山運転手、小山君、JO装置に故障があるらしい。直ちに手動に切り替え、停車してまい。小山君、聞いとるかね。さすがは稲妻号だ。運転手もロボット使ってやら。それにしても科学者ってやっちゃしょうがねえな。少しマシなロボットにすりゃいいのによ。へへへ、かんちゃ。なんだって運転手を怪物に。そんなバカな。完全に占領されて人工頭脳もやられました。は？非常制度もかけてみたんですが。ちょっと一平君、あ、これ見て。あ、こうなったら最後の手段だ。客車と機関車を切り離せる仕方がない。ですが、そんなことになったら機関車は暴走します。しかし、みんなの生命は助かるんだ。機関車は北九州へ着くまで何とかできるかもしれないじゃないか。南無八幡大菩薩。落ち着いてください。もう危険は去ったのです。すでに稲妻2号が我々の救援に向かっておりますから。おい、イタチ、もう大丈夫だよ。出てこいよ。イタチがいないよ。大阪ビーコン、どうした？ブレーキがかかったか？ダメです。圧
おい君、吉田君。北九州の状況。はい。この車止めは時速600キロ以上で突っ込んだとしても、まず 80% 心配ありません。しかし 80% の成功率で胸をそらしていないと困りますよ。子供の命がかかってるんですから。我々の血と汗が生み出した80億7000万円の機関車の運命もかかっております。先生、機関車を助ければ子供の命も助かります。その代わりその怪物の命も助かるわけですが、これは危険防止のため射殺いたします。よろしいですな。もちろん結構です。 M2 号3号を救い出すことはできますが、子供の命は二度と救い出すことはできないのですから。子供が助かる可能性は少なくとも 90% にできませんかね。何か見落としていませんか。万全の処置は取ってあります。あとは運を天に任せるだけです。念のためにもう一度考え直してみてください。つまらないと思われることで子供の命が助かるかもしれないじゃありませんか。しかしね君、時速600キロ以上で突っ込んでくるんだよ。どんなことしたって 100% ってわけにいかないんだよ。あと1分で稲妻号は車止めに突入する。あと1分だ。少しでも安全な場所はないか。もう一度落ち着いてよく探すんだ。よし、こうしたらえどっこで、こうなったら命の一つや二つ泣きしたって。まだ40秒ある。考えろ。探せ、立ち君、行けるんだ。頑張れ、死ぬんじゃないぞ。あ、出た。いたしくか。坊やか。え、アザブ、アザブじゃないよ。なんだお前は。あ、ロッカーを忘れてた。特殊合金でできてるこの保管ロッカーは耐熱耐震。はあ、なぜこれに気がつかなかったかな。もう浄土ってところは蓮の花がいっぱい咲いてると聞いていたが、星がいっぱいじゃねえか。あ、私はカモメ、私はカモメ。